全員いるな。怪我はねえみてえだな。爆発が派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔法が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ八番街でしょ。まだ先っす。よし先導してくれ。了解っす。あちこち漏電してるっすよ。気をつけて。ああ、鉄臭い、錆臭い。新鮮な空気かも。この鼻腔を切り裂く酸っぱい匂いはなんだ。俺か。変な汗いっぱいかいたからな。腹まで揺れたっす。爆発止まらねえな。潰されちまう前に出るぞ。魔法濃度、触媒、まさか火薬？ジェシー、後にしようぜ。はあ、お腹がグーグー鳴いちゃって。アジトまで我慢してろ。次はお弁当持ってこなくちゃ。あの辺りから出るのがいいっす。じゃあ爆弾仕掛けるから離れて。待ってろよマリン。待ってろよシャワー。セット完了。開いてる開いてる。邪魔者はコッパみじん。さあ行こう。緊急事態発生、緊急事態発生。こちらはシンダカンパニー危機対策本部です。一番魔航路が何者かの攻撃を受け爆破されました。現在も断続的な爆発があり火災が発生しています。一番街および八番街は警戒区域に指定されました。この辺りは建物の倒壊の恐れがあり瓦礫やガラスが落下する危険があります。八番街にいる市民の皆さんは予想以上。こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。今さら何を。ああその通り。俺たちはこの先ももっともっと魔法炉をぶっ壊す。星の命を救うためにな。だよな。覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は星を救う。そのために必要な犠牲は払う。ああ星だけじゃねえ、お前らの悲鳴が聞こえるぜ。上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事、それから報酬もまとめて俺に追っかぶせろ。うん、うん、でリーダーどうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。八番街ステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車に集合。
じゃあ後で。おい、約束の金は？アジトに帰るまでの作戦だ。トントン。これ、ソルジャーならわかるよね。回復マテリア、当然だ。あげる。助けてもらったお礼。仕事のうちだ。礼はいらない。いいからいいから。おかげで今私はここにいる。生き延びるのは運がいいやつか強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみる。これはもらっておく。使い方は知ってるよね。俺を何だと思ってる。倒れる前にちゃんと使ってね。じゃ、貨物車で。グラド、こっち。上を見て。ここ崩れやすいから気をつけて。登るのはそこの階段からね。聞こえてますか？応援はまだ。そこの階段から瓦礫の上に出れば駅まですぐだ。俺は怖くて無理だけどね。駅は無事か？なんだ？まさか、どうして？
ありえない。あんたは死んだ。ほう。俺がこの手で。もちろん覚えているとも。我々の大切な思い出だからな。さてクラウド、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず、静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ、クラウド。星が死ねば、このあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。息子だけは助けてくれと泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうのだ。我々をつなぐ絆の喪失は、私自身の死よりも耐え難い。なあクラウド、力を貸してくれ。何？簡単なことだ。クラウド、走るんだ。逃げて、生き延びて。ふざけるな！いいぞ、それでいい。私を忘れるな。幻覚か。魔鋼に近づきすぎたな。さあ、行くぞ。私は無理だな。いきなりで軍がすぐに来る。家に返してくれ。魔鋼炉の爆発に伴う大きな揺れの影響で火災が多発しています。室内は危険です。建物の外に避難してください。繰り返します。こちらは神羅カンパニー被災策本部です。8番街の高速道路およびその高架下からの予想以上か。また魔鋼炉の爆発に伴う大きな揺れの影響で火災が多発しています。知り合いが働いてるの。室内は危険です。建物の外せめてこの子たちだけでも先に。全員一緒に逃げるんだ。お父さんとお母さんも一緒じゃないとダメ。みんな一緒なの。お前には誰も守れない。自分さえもな。大丈夫？ねえ、大丈夫？あ。お花、どうぞ。花？うん。お礼、追い払って。助けてくれた。何の話だ。じゃあ出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。
いくらだ？値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。え？花言葉は再会。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、怖いお兄さん脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。魔航路が爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。見えてないのか？やっぱり一回解散。おい、またね。剣を地面に置け。ゆっくり。覚悟はいいか？それで、ほら、終わりだ。うせろ。沈め。悪くない。ダメダメ、見つけたぞ。こちら8番街警備4班、ここへの報告の男を発見。増援も多分。繰り返す、こちら8番街警備4班。終わりだ、行け。終わったな。叩き込む。
終わりだ。ターゲット現在、駅周辺に警備を集中せよ。正面突破は難しいが、他の道は建物を伝っていくか。上から行くのが無難だな。あそこだ。撃て撃て。ギリギリか。ターゲットは住宅街方面へ逃走した模様。周辺道路を封鎖せよ。いたぞ、あそこだ。迷っている時間はない。慎重に行け。これだ。覚悟はいい。消えろ。悪い。逃がさない。一撃だ。これで当然の結果だ。ターゲットは住宅街を進行中。道路封鎖と増援を急げ。ターゲットと遭遇、行かせるか。くっ、しなっ、やっ、しなげな、なっ、なんだと、しゅっ、しゅっ、沈め、あー、当たれ、消えろ、えい、どうってことない。ターゲット確認、交戦する。終わりだ。そこまで。焼き切れろ。消えろ。来たな。やってやる。それ、受けてたかよ。逃亡犯にすぐ貴様の位置はこちらで捕獲する。詳しく投稿しろ。仕上げだ。来い。叩き切る。隙をつく。これだ。終わりだ。しまった。まずいな。やってやる。耐えるぞ。見極める。甘い。袋のネズミだ。手こずらせやがって。Yeah.
ゃん。ダメだ。どけ。終わりだ。食らいつけ。まだまだ見極める。消え失せろ。ぶつかってこい。受けて。極める。後悔させてやる。守りだ。見極めろ。今だ。行け。ここで仕掛ける。消えろ。行け。この私が開く伏せな。追い詰めろ。逃がすな。八番街警備2班、男を追い詰めた。これより確保する。おい、その件は…クラウドさん、来なかったっすね。そんな顔するな。あいつはきっと無事さ。あの身のこなし、見ただろ。ソルジャーってのは、やっぱりただもんじゃない。うん。本気で誘わない?したじゃねえか。え、あ、何してやがったんだ。あ、治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。連中を駅から引き離せたはずだ。余裕な、頼りになるだろ。待て、一つ聞きたいことがある。あ、見えない敵を見たことはあるか。あ、ローブを着た霧のようなやつだ。それ見えてるし。突然見える。おそらく接触がきっかけだ。シンラの新兵器。ビビって幻覚でも見たのだろう。
もういい。聞く相手を間違えた。車両を変えんぞ。混んでますね。貨物車なのに。避難命令のせいか。運が回ってきたな。発売台ステーション発。到着までに戦闘車両に集合。7番台駅。この列車は1番マコール爆破により避難用特別ダイヤで運行しております。車内混み合いましてご迷惑をおかけします。ピリピリっす。当然だろう。クラウドさん、スラムって俺罪の告白なら他でやってくれ。うわ、厳しいっすね。財布は大丈夫ね。ちょっと聞いていいか。君はどうなったのかしら。あんた、ああいう状況には慣れてるのか。さっきの駅前とか八番街とか。ソルジャーだからな。俺は足が震えてる。やばい。そのうち慣れる。いい加減にしてほしいな。いや、いいのかな。娘が八番街に住んでいてね。風体が絡んどるのか。クラウド、SOS。7番にも影響があるはず。ドキドキが止まらないの。やっぱり八番街の被害が大きすぎる。わけがわからない。帰化した魔鋼が誘爆を起こした。そう言ってなかったか。最初はそう思ったけど、マコールはそんなこと想定内じゃない？見えない敵がいるって言ってたよね。ああ。ダメ。他を疑うより先に自分のミスを検証しなくちゃ。そう、そうしないと進歩しないのよ。クラウド、聞いてくれてありがとう。マコールを爆破するなんて迷惑な連中ですね。公表されていないが、犯人は十中八九アバランチだ。昔からうちのプレジデントを付け狙ってた連中ですね。神羅にたかるつもりか。おい、適当なことを言うな。アバランチの目的は星を救うだろ。何なんだ君は。星を思う善良な市民。はあ、どこが善良。殴られるぞ。あの爆発は悪党への警告に決まってるじゃねえか。星の命を搾取する悪党へのよ。悪党の名前は、てめえらはよく知ってるよな。私らは暴力なんかに屈しない。何があっても変わらない日常を送ってやる。これが新列車員の戦い方だ。意義なし。これぞ新列魂。ケン、いっぱいいっぱいじゃねえか。悪いか。いつだって精一杯生きてる。行きましょう。死んだ魂だ。ちょっと話そう。新しい仲間にはこれを使って説明するんだ。知ってることばかりだろうけど、儀式だと思って聞いて。何度も言ったはずだ。俺は
否定ばかりじゃいい男が台無し。ほら見て、魔鋼都市ミッドガルのフレームモデル。地上300メートルに持ち上げられたプレートと呼ばれる鋼鉄の大地、その上に整備されたピカピカの都市。魔鋼炉で作る電力が住民たちを無敵の消費モンスターに変えてしまった。まもなく ID スキャニングエリアを通過します。これは列車の運行ルート。メインピラーの周囲を螺旋状に線路が走っていて、ほら今はちょうど中間地点。 ID スキャニングエリアはここにあって、乗客をチェックするわけ。生年月日、居住許可区分、賞罰、私たちのことを何でも知ってるデータベースで紹介して、主に治安維持に役立てる。ほら来た。ID は偽造だから安心して。ね、腕によりをかけたんだから。地上まであと少し。ほっとしない？見ろよ、あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでることが。神羅がどんどん幕を組み上げちまうから、土地は枯れ、空気はよどみ、花も咲かねえ。嫌なら町を出ればいい。ああ、俺はそうやって生きてきた。けっ、自分は強いって自覚があるならもうちっと他人の弱さに寄り添ってみねえか。みんなこの列車と同じ、敷かれたレールには逆らえないんだ。